どうぞ。ありきっと歌います。原作の宮野石吹やチムニスビリ。昨年経っても、1000年経っても、
変わらない、親の思いと言いますか、教訓なのかと思います。何も送ってるの、モグラみたいに電報入れてるの、まあ、今日もさっきの電報入れてなかったけど、また電報入れるの、今日はこれでおしまい。散歩行く、また夕涼みしようか、三振夕涼みしよう、お湯見るのもまた野菜、また野菜、人生レベル、ということで、沖縄から大きなは、沖縄の愛称か天才の花を全国に世界へさらに強化して広めたいと思います。コモ三線広めたい、よろしくお願いします。また野菜。